きます。竹光徹さんという世界にも非常に、名前の知られている偉大な作曲家がいらっしゃいますが、有名なのはノベンバーステップスという琵琶と、おことでしたっけ、日本的な曲で、なかなか斬新な曲もたくさん作ってらっしゃる方ですけれども、映画の曲とか大河ドラマ、テレビの曲とかも曲を作ってらっしゃいまして、みたいな曲もあります。その中の割と聴きやすい曲を2曲選ばせていただきました。昔ニュース番組のテーマ曲になっていた曲で、多分聴いていただいたら、ああ聴いたことあるって思っていただけるんじゃないかなと思います。翼という曲と小さな空、2曲続けて送らせていただきます。Thank you.
青柳光子と一緒に歌います。